ドールズフロントラインは中華人民共和国のサンボーンが開発しているスマートフォン用のゲームアプリ。日本版はサンボーンジャパンの運営により2018年8月1日にリリースされた。現代は少女前線だが後日のように日本版はリリース直前に開催された。日本での主な略称はドルフロ。 ドールズフロントラインのラッピングが施された車両3バクモも裏クが同人サークル時代の2011年に発表した同人誌軍部機械娘が原型で同じく2013年に発表したゲームパン屋の少女と世界観を共有している第一次世界大戦から現代までの銃器の萌え擬人化をテーマにしている中国大陸ではアンドロイド版が2016年5月20日に リリースされた。中国の艦隊アザ版以外では、これまでに反対アザ版、韓国版、英語版がリリースされている。日本ではリリース開始準備として、ツイッターの公式アカウントが開設され、日本語版の開発状況を報告していた。2015年9月、ウェーブゲームズは少女前線の中国、日本での配信権を獲得し、中国では2016年3月に、 日本では2016年夏以降の配信を計画していた。2016年3月、本作の日本向け公式ツイッターは、中国向けのアンドロイド版の公開テストを5月20日に実施することを明らかにしたと同時に、当初の運営会社とのコラボレーションを取り消すと明らかにした。また、同年2月には、当時週刊少年サンデーで連載されていた福田博士の漫画、 虫奉行に新たに登場したキャラクターが本作のカル98系と類似しているとして騒動を起こしている。サンデー編集部の作者と編集部ともに名前も聞いたことがないタイトルの言葉に憤慨した当時の運営がサンデー編集部と福田に謝罪を要求したが拒否されている。ウェーブゲームズのキンスグルはインサイドの取材に対し 2016年10月26日に中国で実施した第2回ベータテスト及び2017年1月25日の第3回ベータテストで再びサーバーがダウンしたことが原因で旧運営側と開発側で対立が続き一時は和解に持ち込めたものの2017年4月に入って開発側がウェーブゲームズからの連絡を拒絶したことを明らかにしたその後 三本の日本法人として新規に設立されたサンボオンジャパンが日本版を運営することが発表され2018年6月29日から事前登録の受付を開始した2018年7月17日サンボオンジャパンは現代少女前線の商標が第三者によって2016年に登録されており調停により一旦は 権利譲渡を受けることで合意したものの、その取り決めが保護にされたとして、日本版のタイトルをドールズフロントラインへ変更することを発表した。2045年4月15日に勃発した第3次、世界大戦の終結後、各国政府の統治能力は低下し、民間軍事企業が安全保障を担うようになっていた。プレイヤーは民間軍事企業。 グリフィンの戦術指揮官の一人として戦闘用に開発されたガイの井戸の一種である戦術人形を率いて平和の維持に奔走する。コルトサー、M1911、M9、パイソン、M1895、トカレフ、スチェッキン、マカロフ、P38、PPK、P08、 C96-92 式、アストラ、G17、FNP-9、MP-446、グリーズリー、M950A、SPP-1、M23、P7、セルジコフ、ベルロット M2、P99、NZ75、59式、ブレンテン、PSM US、USP コンパクト、57、CZ75、 HK45、スピットファイアー、コンテンダー、P226、サンダー、CZ52、K5、m p、X、4 4 3 GSH-18、MP-448、PX4 ストーム、P22、テック -9、ジェリコ、HS2000、PA-15、P30、デザートイーグル、VP70、 C マイナス九十三ウェブリー、h p マイナス三十五ジョエルジルスティングレー。C P アザギリエルクレアエルフェールトンプソン M 三イングラム F M G マイナス九。ベクター P P S H マイナス四十一 P P S マイナス四十三 P P マイナス九十 P P マイナス二千 M P 四十 M P 五スコーピオン M P 七ステンマークツー M 三十八。 ミクロウジー G, M45, AK-74U, スペクトラ M4, e d 六64式 n p プ n p ンプ40、ウンプ45、G36C, スコミ、Z-62, 79式エボ o 3 SR3, MP, PP-19, PP-19 からイチ、ロー 635, MT-9, シップキー SC、SCW, tmp, クレンカイイチ m12, ハニーバチャーオーツマイナス 39, cbj, ms, t77, pm, マイナス 06, cx, ヨスオーム100式 jsq, p90, x95, pm, マイナス 9, mt41, マットマイナス 49, コックピー dtw, 43m, cfk5, マスマイナス30カ。SAF。ドロシーヘイズ M16A1、M4A1、M4 ソプマディ、STAR-15、AK-47、AS、バル、STG44、G41、G3、G36、HK416、56から1式、L85A1、フォーマス、FNC、ガリル、タール -21、 オーガスト、シグマイナス510、オーツマイナス12、フェル、カイ2000、CZ マイナス805、QA マイナス91、オーツマイナス14、ARX マイナス160、G11、95式、97式、63式、AR70、6P62、アシュマイナス12.7、リベーロールス1918、RFB、 アート五百五十六 t 九十一アキゴ t 六十五 k ツザス m ム二十一あマイナス九十四 ak マイナス十二 cz 二千 adsmdrxm 八モデル la マイナス九十一 k 十一 sar マイナス二十一ヘレ三式六十四式時曲がる em マイナス二 hk 三十三 acr。AC インスシグマイナス五百五十六 CR マイナス二十一 r 五八十九式、AK マイナス十五 m 八十二ペパー、AK アルファ、ステラ、ホシー m 一ガーランド、m 一 a 1スプリングフィールド、m 十四 M21、モッシーナガン、SVT マイナス三38、SKS、PTRD、SVD、SV マイナス九98、カル十八キロ、 G43WA200056 式カービン DN フィールド FN-49BM59 ダネル NTW-20 カミヨーパチ18式 PSG-1 スーパーザース M99 オーツ -44G28SSG69EW200081 式カービン DSR-50 p z b 3 9 w z 2 9 t 5 0 0 0 j s 0 5カルカの m 1 8 9 1十一、カルカの m 9 1 3 8 x m 3ゲッパード M1 バリスタ SRSSM-1TAC-50M12 オブラ M82A1SPRS3GRT-20K31 KSVK、スカウト、ファルコン、M200、クブーマ88、R93、TCMS、4式、SSG3000、ザス M76、SL8、タブク M1918、M2HB、M60、M249 層、M1919A4、LWMMG、DP28、RPD、PK、 MG42、MG34、MG3 MG、ブレン、MG5、FG42、AAT-52、ネゲブ、マーク48、MG4、X-999?PKP、アーモリー、HK23、80式、HK21、88式、マーク46、62式、ルイス、ユクム -2000? MG36, 勝者 K3, M1895CB, コード RPK-16, カー ZB-26, アルマ・アルマ,アルマス M1887, M1897, M37, M500, M590, スーパーショー T, KSG, KS-23, マイナス93人民元 サイガマイナス12、97式3、スパツマイナス12、AA マイナス12、FP マイナス6、m 1 0 1 4 SAT8、サスマイナス12、NS2000、M870P、612、コス、TP マイナス12、リペレーター、ディフェンダー、エルフェルト、テイナゼイン中山公園駅二千十七年五月2日、三ンは、リリース一周年を記念して、 シャンハ、駅東交通に交戦で、ラッピング車両を走行させた ?2019 年10月5日より、東京 MX、BS11 にて、短編ショートアニメ、ドルフロから癒し編隊が放送。中国版では2019年10月から3月まで、第2期、少女前線狂乱編隊が配信を開始し、同年12月28日より、東京 MX、BS11 にて、 ドルフロから、狂乱編タイのタイトルで放送された。狂乱編のエンディングクレジットは、中国版オリジナルが1回に対し、日本版は AB パートの2回になっているので、エンディング用パートが新規に作られている。2021年1月には、朝日プロダクション制作のテレビアニメ化が発表され、年内の放送、配信が予定している。日本語、中国語の順。 ドールズフロントライン人形の歌が月刊コミックレックス2019年9月号よりコミカライズとして連載中作者はリング2020年1月27日発売 ISBN 978から4から7580684822020年7月27日発売 ISBN 978から4から7580687722021年3月27日発売。ISBN 978から4から758069113ドルフロから、癒し編マイナスに関するカテゴリー、ドルフロから、狂乱編イに関するカテゴリー。ありがとうございます。